人の集まりを想像してみてください。何人いれば誕生日が同じ人がいる確率が 50% を超えると思いますか？ここでは双子はおらず、どの誕生日の確率も同じで、ウルード氏は無視することにします。少し考えてみましょう。答えを聞くと驚くほどに小さな数字に思えるかもしれませんが、23人のグループなら同じ誕生日の人が2人いる確率は 50.73% です。1年には365日もあるのに、誕生日が重なる確率が 50% となるのが、なぜこんなに少ない人数になり得るのでしょうか？なぜこんなにも直感が外れたのでしょうか？この答えを理解するために、誕生日が一致する確率を数学者が計算する方法を見てみましょう。さまざまな組み合わせの起こりやすさを計算する数学の一分野である組み合わせ理論を用います。では最初に問題を逆の見方で考えてみます。誕生日が一致する確率を直接計算するのはとても困難です。なぜなら、集団の中で誕生日が一致するパターンは非常に多くあるからです。代わりに全員の誕生日が異なる確率を求める方が簡単です。なぜその方が良いのでしょうか？グループの中で誕生日が一致する人がいる確率と誰も一致しない確率を足すと 100% になります。つまり100から一致しない確率を引けば一致する確率がわかるわけです。まず少ない数で一致しない確率を計算しましょう。2人の誕生日が異なる確率を計算します。1年のある1日が A さんの誕生日だとすると、 B さんの誕生日は364通りしかありません。2人の誕生日が異なる確率は365分の364で約 0.997、 つまり 99.7% ととても高いですね。 C さんを加えてみましょう。この小さなグループで彼女の誕生日が異なる可能性は365分の363です。それはすでに A と B の誕生日が決まっているからです。 D の確率は365分の362になります。続けていくと、23人目の W の確率は365分の343になります。これらの数字をすべてかけていけば、全員の誕生日が異なる確率が計算できます。 0.4927 となるので、23人の誕生日がすべて異なる可能性は 49.27% です。それを100から引くと、少なくとも一組が同じ誕生日である確率は 50.73% になり、五分五分を超えています。比較的少ない人数なのに確率が高くなるのは、実は考えうるペアの数が非常に多いからです。グループが大きくなるにつれて、可能な組み合わせは急速に増加し、5人のグループでは10ペアが可能です。5人にはそれぞれ他の4人とのペアが考えられます。 A と B、 B と A のペアは同じものであり、ペアの半分が重複しているため2ではあります。同じ理由により、10人のグループでは45ペア、23人の場合は253ペアになります。このペア数は人数の2乗に比例する二次関数的に増加していきます。あいにく人の脳は非線形関数を直感的に把握するのがとても苦手なので、23人いれば253通りものペアが可能だとは思いつかないのです。これを受け入れれば、誕生日の問題は理にかなっていると思えるでしょう。253組のどのペアにおいても2人の誕生日が同じになる可能性があります。同様に70人のグループだと2415ペアが考えられ、同じ誕生日の人が2人いる確率は 99.9% 以上になります。この誕生日の問題は、同じ人が2度宝くじに当たるといった一見不可能に思えることが、実は全く起こりえないことではないことを数学が示す一例にすぎません。一見偶然に見えることが、実は偶然ではないこともあるのです。より古典的な思考実験で、あなたの論理をテストし続けましょう。無限ホテルにチェックインすることを選択するでしょうか？またはアインシュタインの双子のパラドックスを解くために宇宙へ向かう？これらの2つのビデオの1つをクリックして選択してください。